シェレネン鉄道のハジュニ、23号機、製造直後フルカオーバーアルプ鉄道のハジュニ、221号機ハジュニ、221号機、後くらい側の前面シェレネン鉄道時代、右側が前くらい、フルカオーバーアルプ鉄道ハジュニ、2系電気機関車は、フルカオーバーアルプ鉄道で、かつて使用されていた、山岳鉄道用ラック式電気機関車である。 マッターホルン・ゴッタルド鉄道の旧古川オーバーアルプ、鉄道区間のうち、本線の旧街道沿いの宿場町アンデルマットから、ロイス川のゲシェネン渓谷を下って、スイス連邦鉄道のゴッタルド鉄道トンネルの北側入り口である、ゲシェネン間を結ぶシェレネン線は1917年7月12日に、シェレネン鉄道により開業した直流千二百ボルト電化の路線であり、アンデルマットが、 スイス陸軍の重要拠点であったため、当初より、全線電化で1925年には、通年運行が開始されている。1900から1910年代のスイスの、ラック式登山鉄道では、1898年に、開業したユングフラウ鉄道、ゴルナーグラート鉄道、シュタンスシュタートエンゲルベルク鉄道以降、 ほとんどの鉄道で二軸式のラック式専用もしくは、ラック式、粘着式併用の小型電気機関車が客車を押し上げる形態の列車での運行が主力となっていた。これらの機関車はそのほとんどが機械部分を SLM が製造しており、動輪、または車体支持輪を二軸持ち、主電動機トラック式の駆動装置を車体内に装備する。 小型箱型車体の機関車であった。一方、1900年代には、モンテー・シャンペリ・モルジャン鉄道やマルティニー・シャトラール鉄道などの一部路線では、ラック式の小型化した駆動装置を台車内に組み込んだ電車が運用され始めており、同時に、従来からの二軸式の機関車は、大型化と高出力化が図られていた。そういった中で、シェレネン鉄道では、 開業に際して、客車7両、貨車11両などを導入し、その牽引用やアンデルマット及び、ゲシェネン駅、ゲシェネン貨物駅での入れ替え用として、小型のラック式電気機関車を採用することとなり、製造された機体が本港で述べる、ハジュニ、2系であり、1915年に1から4号機の4機が導入され、 同鉄道開業から1940年代に至るまで本形式が同鉄道唯一形式の動力車であった。この機関車は、車体、機械部分、台車の製造を、SLM、電気部分、主電動機の製造を BBC が担当し、1時間定格出力2 3 5ットを発揮し、最大勾配179パーミルで40トンの列車を、 牽引可能な性能を持っていた。シェレネン鉄道の電気方式は開業以来直流1 2 0 0トであったが、アンデルマットで接続し、1940年代まで、非電化であったフルカオーバーアルプ鉄道が、第二次世界大戦による石炭の価格高騰の影響によって、同鉄道も電化されることとなり、両端で接続し、1930年からは歌期に、 氷河急行の客車の直通が行われていた、レイティッシュ鉄道及びブリークフィスプ、ツェルマット鉄道の前身であるフィスプツェルマット鉄道。と同じ AC11000V16 に 3Hz で1940から42年に電化されることとなったため、アンデルマット駅構内を共有するシェレネン鉄道も電化方式を変更することとなり、 1941年10月17日から同じ交流 11000V16 に 3Hz での運行となっている。これに伴い、シェルネン鉄道では、ブクフィーに4型電車の41号機を導入するとともに、本機の電気品もブクフィーに441号機と同等の交流対応機器に換装し、同時に出力も増強されて48トンの列車の 牽引が可能となっているその後、第二次世界大戦の終結により、シェルネン鉄道の輸送量は1950年代には大きく落ち込んできたため、同鉄道は1961年8月1日に、古河オーバーアルプ鉄道に統合されることとなり、本形式も他の車両とともに、古河オーバーアルプ鉄道所属となって、 ハジュニ、2系の21から24号機に改版されたほか、塗装や表記類も順自動鉄道のものに変更されている。なお、各機体の基板、基板、SLM 製板と製造年は以下の通りである。直流電化交流電化共通化車を牽引するハジュニ、221号機、ゲシェネニ駅付近、1983年。ありがとうございます。